僕が来てるのは、大阪西成区のトライアル、愛林地区なんでございますが、愛林地区のトライアル三能商店街、いえばね、飛田新地のすぐ近くいてるわけなんでございますけど、なんで今日ここにいてるのかと言いますと、なんとね、最近バズりまくり、流行りまくりの、焼肉屋やホルモン屋があるということで、ぜひそこに向かってみたいと思います。なんせね、あの早い時間から、お客さんがいた行ってて、先ほども、聞いたんでございますけども、満席であると、午前10時なんでございます、午前10時から満席という、素晴らしいお店が、ね、ここにあるんでございますけども、ぜひそこに今から参りたいと思います。それでは行ってみよう。行きましょう。場所はね、三の商店街からこの上の看板、一番道路商店街に入りました。ここにね、わあ、めっちゃいい匂いするんだもん、これもう。いやー、この時点でやばいね、昨日あのプルコギ食ったんですけど、レンちゃんで肉も食べたい。場所はね、ここにあるんです。大瓶350円、ドリンク280円、あ、これ ビールはドリンク280円ね、ビールも含めて、280円、安いね。あとはね、お肉の値段がどうなるかってことなんですけどございますけども、どうだってもね、この時間も早い時間からこんだけお客さんがいてるということは、この人が支持されてるということなんでございます。はい、中がね、満席みたいなんで、なんとね、向かいに2号店があるということで、2号店に行きたいと思います。2号店ね、立ちなんだよ、座り、立ち。やっぱね、西出の飯っていうのはね、立って食うとね、俺大事だと思うんだよ。綺麗な。わあ、めっちゃいい。肌は黒か。あの量いい。来ました。いいね。ここも一番おすすめ。おすすめですか。一番出るやつなんですか。一番出るで迷ったハラミ。ハラミ、サガリ。ハラミとな、サガリとツラミ。あ、ツラミ何であります。あと。ホルモンはホルモンではやっぱりマルチョ。そうですね、マルチョっすよ。マルチョって言ってましたよ、マルチョ。いや、20度 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、モーニングビール、やっぱり西成でのモーニングビールでございます。行きたいと思います。おいだ、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 皆さん、朝からいただきたいと思います。乾杯。よし、昨日何時まで飲んでたの？12時ぐらい。いやー、うまいね。飲んでいいよ。飲め。ブブッって言ったらさ、いいよ。よし、いただきます。どうぞ。僕の服装やろ。ちなみに彼はね、ボクシングジムで試合だったんですけども、出会ったソニーね、僕に勝負を挑んできまして、で、そんなのどうなったんですか。負けました。はい、カンプ投げまでに負けました。分かったんか、はい、強いんだ。はい、強いんだ、もう。はい、乾杯しましょうか。乾杯しましょう。おー、ごめんなさい。ということで、はい、どうぞ。しました。おー、乾杯しましょう。乾杯、乾杯。来ました。これ、ちょっと、そして、梅だれもあるんだよね。味噌だれに、
自家製なんや。はい。あ、マルチョ。それではマルチョ行きたいと思います。マルチョは。マルチョ行きたいと思います。これ全部行けるやん。はい。あ。おいしい。もっと。うん。待って。レバー来た。レバー来た。おいしい。うまい、うまいね、うまい、うまい。ほんまうまいんですよ、これ。いいっすね、このマルチョ。さっきこれ食いましたもんね、高木ね。うまかった、うまい。いやいやいや、いいな。最近焼肉多いね。レンチャンやな、ずっと。この後も。もうこの後もまた焼肉。あるき。いや、いいんじゃないですか、これ。夜までたどり着けんのかな、誕生日会。いやいやいや、いいっすね、これ。タイに行きたいね、行きたいで帰りたいね、タイに。ほんまに、ほんまに。焼けました。はい、うん、うまい。やわらかいですね。ね、全然。ね、ま、マジうまい。こんなやわらかいんや。うめえ。あのね、値段設定見てもらったら分かるんですけど、これめちゃくちゃ安いと思ってたら全然安いわけじゃないんですよ。で、場所から的に言っても、まあ、少なからずイメージは、ね、全然ちょっと僕より思ってたより、値段は俺が思ったより正直ね、結構割高でした。で、割高の中以上ね、むっちゃ流行ってるってことはご想像にお任せします。全然やっぱ掘ってんかじゃんけど、おじさん。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よかったんじゃないでしょうか、本当に。午前中から、焼肉を食べるで中で何回もですけど、価格が安いわけではないんですよね。で、最初見たときに俺のイメージとすればホルモン200円とかそれで100何ぼとかなと思ったら、全然なんか、ね、普通の焼肉屋さんのイメージでした。ただ、一つ思ったのは、先ほども言ったんですけども、むちゃくちゃ美味しい焼肉を僕たくさん食べてきて、高級店を食べてきた中で、それに近い味が全然あった中で、価格設定っていうのは正直俺安く感じたね。全然良かったんじゃないでしょうか。ということでね、ぜひ西田に、僕ね、僕の映像見て西田に行きたい方って結構ね増えたって言ってもらえるんですよ。嬉しいなと思って。で、そんな中でやっぱ本当の美味しい店っていうのを僕紹介していますから、その中でこの店はね、ぜひ絶対に言ってほしい。うまい。ということで今日はね、これで終わりたいと思います。
ハハハハ。